はい、どうも皆さん、こんにちは。G3 です。本日も内裏やっていきたいと思います。さて、大丈夫なのかね、レックス。なんか、失敗しそうな気もするけど。悪そうなのが、カリームだ。これが、確かにイケメンと言われてもおかしくはない。おや、俺の旧友レックスじゃないか。よく来たな。カリーム、久しぶりだな。お前、ここに泥棒しに来たんだろう。エズマに指図されたらしいな。あいつはこの指輪をずっと欲しがっていた。自分のスパイは全く気づかれていないと思ってたみたいだけどな。そうだ。だが俺は盗みに来たわけじゃない。取引を提案しようと思ってきたんだ。提案をするには少し遅すぎないか。俺たちの経歴からして。今頃協力するってのは無理だろう。お前はビジネスが一番大事なんだろう、カリーム。このいい機会を逃すってのか。まあ、普通だったらお前が正しいよ。だが俺は今、とても感情的になってるんだ。お前はザガートギャングに恥をもたらした。ギャングはお前のせいで弱く見えちまったんだよ。弱い？俺はただ平和にギャングを離れたかっただけだ。だがお前は、反乱の機会を見つけ支配しようとした。そして、俺の友達を大砂漠に追放したんだ。ガリム、お前は冷酷で卑怯者だ！まあまあ。落ち着けって。俺のことを悪く言うなよ。砂漠にいるお友達には会ったか？いや、お前は居心地のいいシリンに残った。何の罪もなくな。お前はエセ科学者になった。あいつらを砂漠に捨ててな。それで俺を卑怯者と呼べるのか？違う。俺はこうするしかなかったんだ。俺は、待て。お前話をすり替えたな。俺に話をさせ、時間を稼いだ。誰を待ってるんだ。あ！ひど。お前、俺がここに来ることを知ってたのか。こんばんは、レックス。サユがあんたの計画を全部教えてくれたんだよ。私の要望に反してカリームから強奪するって。もう指輪には興味がなくなったよ。サユ教えたのか。サユにはレックスのやりたいようにやらせてって頼まれたんだけどね。ああ、でもその恐怖の表情、見てて楽しいわ。レックス、サヨのお父さんが重い病気を持ってるのは知ってた？そう、そうよ。薬はとっても高くてね。私の言うことは絶対なの。あなたも知っていたことでしょ、レックス。ここから出なくちゃ。今すぐ。ダメだ。囲まれてる。全部計画されてたんだ。どこに行くつもりだ、アレックス。まだパーティーは始まったばかりだぞ。あんたを待ち伏せするっていうのはね、単に指輪よりも価値があるのよ。後悔するわよ。エズマ、お願いだ、落ち着け。俺に話をさせてくれ。レックス、何を話していたっけか。ああ、そうだ。お前の提案だ。そんなことはもういい、カリム。もう、やるなら早くやってくれ。ああ、そうだな。だが少し問題があるんだよ。お前を傷つけることは許されていないんだ。アシームの行為でな。
俺がそれを裏切られるわけがないだろう。だから何もできないんだよな。だが、エズマなら。ギャング同士協力することにしたんだ。お前だけのためにな。エズマのことはどう恨んだっていい。だが、こいつは復讐したい思いで今いっぱいなんだよ。レックス、手加減はしないよ。早くしろよ。ベラベラよく喋るな。何？何者だ？待て！あれは、ホワイトマスクか。レックス、こっちだ。渡してこい。冗談だろう。お前、俺たちを誘拐した変人。どうでもいい。これしかない。じゃあな、カリム。バイバイ、エズマ。俺は行く。そして、お前の指輪ももらってく。ありがとな。逃げられた。指輪も取られちまった。ごめんね、レックス。許して。逃げ切れた。お前どうやって、なんてだ。レックス、戻ってきたんだね。ナイリ、ここで何してるんだ。何が起こってるんだ。私がお前たちの密輸者になる。お前が、なんでお前なんかに。それにお前のパートナーはどこだ。私のパートナーは関係ない。これ以上はな。ホワイトマスクは私たちのことを追ってたの。レックスがいない間に私の前に現れた。そんな、こいつに洗脳されたのか。私にはそんな力などない。それは私のパートナーの仕事だ。この女とはほとんど話をしていない。お前が我が名にかかるのも時間の問題だった。ナイリにはお前の命を助けると申し出をしただけだ。私、この人と取引をしたの、レックス。そんな、この女を洗脳する気などそもそもなかった。お前だけだ、学者。だから心配する必要はない。ナイリが傷つくことはない。だけど、じゃあナイリから何を取るつもりなんだ。この人、私が密輸者が必要なことを知ってたの。彼が私を上流地区に入れてくれるって。私の利益を心配することはない。時間が経てば全てが明らかになる。それに上流地区に戻るのが最終目的だろう。どっちにしろこの女は私に借りがあるんだ、学者よ。ナイリ、俺のことは放っておいてくれれば。待ってろって言ったのに。待ってたよ、少しは。仕方がなかったの。だってカリームは。もういいだろう。時間だ、行かなければ。貧困地区はもう安全ではない。ああ、特にお前にとってはな。聞け、変人。ナイリはお前にはついていかない。レックス、これしか方法がないんだよ。自分で言ったでしょ、エズマが最後の望みだって。密輸してくれる人が必要なの。お前が望むならついてきてもいいぞ、学者。だがグズグズするな。そんなことは分かってる。ナイリが行くなら俺も行く。変なことは絶対にするなよ、お前。見てるからな。私のことはシロと呼べ、学者よ。我慢の限界だ。どうでもいい。お前は変人だ。シロ。ナイリー、行く前にこれを見てくれ。あの変人に聞かれないように静かに。え、指輪奪えたの？すごい。ま、カリームへの仕返しってだけだけど。でもこの指輪、何か特別らしいぞ。これ見ろ、ヌーラゴが彫ってある。ナイリーのネックレスと同じだ。おい、お前らこそこそ話は終わったか。行くぞ。本当だ、
レックス。レックスなら読めるでしょ。なんて書いてあるの？ちょっと長いな。早く、なんて？天空にありし聖堂のビジョンを目撃せよ。死者よ、ソルーナの真実を聞きたまえ。ほう、わからん。天空にありし聖堂のビジョン。ビジョンを空で。でも空になってどうやって行くの？あ、これはソルーナタワーのことだ。あの塔、なんで？あ、塔は空に届いてる。天空に行くにはそれしかない。指輪をそこに持っていこう。これがナイリーのネックレスのような力があれば、大砂嵐のことについてもっと知れるかもしれない。何を話している？もう行かなければ今すぐ。おい変人、ちょっと遠回りすると。遠回りだと？なぜだ？塔の上まで用事が。塔だと？ソルーナタワーに？頭がおかしいのか？いや、それはお前だろ。まあいい、話している場合じゃない。それとももっと時間を潰したいのか？くそ。だがそこに行けば少しの間は身を隠せるか。わかった、行くぞ。もたもたするな、走れ。もうすぐ塔の端に着くな。ちょっと待て、護衛隊を始末してくる。手加減してくれるといいけど。ナイリー、変だと思わないのか？ホワイトマスクと今は仲間ってことが？それかあの人が私を家に返したいってこと？どっちもだ。まあ変だとしてもこれしか家に帰る方法がないんだもん、レックス。でももしあいつが。わからないのか？私のことを傷つけるとは思わないな。だってそれが目的ならもうすでにやってたでしょ。だがあいつは上流地区になぜかナイリを連れて行きたいんだ。もしかしてこれってナイリの家族と関係してたり？ねえ、あの人、私の親が捕まったことについて何か知ってると思う？わからない。もし知ってたとしても教えてはくれないだろう。とりあえず今はあの変人の言うことを聞いておこう。変人といえば？ああ、忘れてた。塔の方に行ってみるか。うん。わ。いや、大変なことになってきたな。ソルーナタワーに行くには、あれ、ここ抜けるんじゃなかったっけ？違ったっけ？あれ、ソルーナタワーの行き方、ああ、そんなところに矢印。うん、ちょうど来たか。橋はもう大丈夫だ。塔の上で何をするのかは知らないが、早く行け。ああ、俺たちはすぐに戻ってくるよ。おい、この女を一人で連れて行かせはしないと。お前、俺がナイリを洗脳するとでも思ってんのか？心配するな、ただの調査だよ。ソルーナタワーのことはいくらでも調査しろ。どっちにしろ、私も行く。ああ、わかったよ、好きにしろ。行くぞ。見張りの人殺してはいないよね。変な、なんかタッグ組むことになったな。ソルナタワーを登ってるなんて信じられない。何年もこの町に住んでるけど、塔をこんなに近くで見たの初めて。しかも登ってるなんて。どう思う？この塔には奇跡を起こせると思うか？うん、今までそう思ってた。でも近くで見るとそうでもない。ナイリン、その学者にお前の信仰心を毒されるの。この塔が完成したら奇跡は絶対に起きるんだ。
あと半分。疲れた。でも景色はとっても綺麗。なあナイリー、どうしてこんなところにいるんだ。なんで貧困地区に。もう教えたでしょ。家族と離れ離れになっちゃって、両親がここでなんか仕事があって、それでだからいろいろあって離れちゃったの。嘘をついてるだろう。こういうことはあんまり話したくないっていうか。ナイリ、お前がここにいるのはただの偶然ではない。私たちが出会ったのは運命なんだ。お前にも分かる日が来る。もういいだろう、変人。ナイリをほっとけよ。落ち着け、学者よ。もうすぐ着く。やっぱナイリのお兄さんに当たるのかな。やっと頂上だ。疲れた。あとは待つだけだ。だがあまり時間はないぞ、学者。その調査ってやつを早く始めた方がいいんじゃないか。こんな高いところにいるなんて。この塔が異形なまでの修復がされたのは確かだな。ただなぜヌーラ人がこの塔を建てたのかがまだわからない。自分たちを守るためとか、その大砂嵐から。だがなぜ塔なんだ。思い出せ、俺たちが見つけた廃墟は塔の真下にあった。まあそうだね。じゃあ違う理由があったのか。まあいい、他にも重要なことがあるだろう。そうだね。指輪でしょ。なんて言ってたんだっけ。天空にありし聖堂のビジョンを目撃せよ。死者よ、ソルーナの真実を聞きたまえ。天空にありし聖堂のビジョンを目撃せよ。ビジョンは明らかに指輪の中に眠っている。塔の下で見つけたクリスタルのように。わからないのはどうやってそれを作動させるかだ。ナイリのネックレスはあんまり使い物にならないし。クリスタルには反応したけど、今はもう何も起こらないね。今まで起こったことをもう一度復習した方がいいと思うんだが。なるほどね。はい、ちょっとね、本日はここまでにしたいと思います。結構長いことやった気がもうほぼストーリーパートで終わったけど。はい、というわけで、次回またお会いしましょう。バイビー。